韓国ビューティー系 YouTuber のセビョクさんが、癌頭病の末30日に死亡した。享年30歳。キムウンハアイスクリエイティブ代表はこの日、インスタグラムに文章を公開し、輝く大切だった私の長年の友人であり、所属クリエイターのセビョク、イジョンジュさんが今朝星になった年、この悲しみをどう表現すればいいかわからないと話した。キム代表は、7年前、明るく挨拶を交わして始まった縁で、我々は本当に多くのことを交わした。喜びと悲しみ、挑戦と成果、痛みと幸福を年、彼女の明るい笑顔と陽気な声、美しい眼差しが賛踊り字としていると書いた。続いて、長い闘病でも希望を失わなかった彼女の勇気と精神を忘れない。私たちの背曲の行く道が孤独でないように祈りましょう。そして、永遠に忘れない。個人のご冥福をお祈りいたしますと付け加えた。セビョクさんは、63万人の登録者を保有している人気のビューティー系 YouTuber で、2019年2月にリンパ腫血液がんの闘病の事実を伝えていた。We are back at さん on Apple Music。キープストリーミング色白のランナー炎。オーマイガール、SBS 人気火曜リアルタイム投票が開始されました。投票はスターパスアプリを介して行われます。ミラクルあなたの多くの参加お願いします。テレテレ複数ハート。オーマイガール OHMYGIRL ダンダンダンス。BTS、防弾少年団コラボのマクドナルド、意外な効果が韓国で話題。BTS 効果であまりにも回転率が良くなる。結果的にはマックがもっと新鮮な味になったと評判。